新三マニア TV をご覧の皆さん、こんにちは。ゆずです。っていうのは嘘で、ファンタのゆず味、今日はちょっと飲んでみたいと思います。ゆずの香りがします。期間限定ファンタゆず、高知県産ゆずピールエキス入りということだそうです。ポケプラ TV を見てですね、ちょっとカウントダウン TV っぽいなと思ってちょっとやってみました。で、カウントダウン TV の中でイメージがあるのが、そのゆずがよく出てくる感じがしたので、ちょっとやってみました。はい、しょうもないですね。で、本題は ここからなんですけれども、今日買ってきて気になったものというか、買ってきたものはこちらです。じゃん、カニウサギロペです。で、最近これにハマっていて、今回はマグネットコレクションガムということだそうです。マグネットはシートから取り外して遊ぼうということで、いくつか何かが入っているみたいです。ビレッジヴァンガードで105円でした。で、ガムが1枚と、あとマグネットシート1枚入ってて、マグネットは全部で12種類ということだそうです。最近ちょっと神うさぎロペに流行っているので買ってみました。では早速開けてみたいと思います。あ、賞味期限って書いてあるけど、15年の10月30日、これおそらく2015年ですよね。そうしないともう過ぎちゃってますよね。じゃあ開けます。チューインガムはソーダ味ということです。開け方が下手だな。もう完全に見えてる感じなんですが、内容物はこのガムと、あと台紙と、このこういう感じでマグネット裏側ですね、表はこういう風になってます。じゃん、こういう感じで3名が載ってますね。これを、取り外して、まあ、なんていうんですか、磁石になっているということなの。これ手で外せるんですかね。失敗しそうで怖いんですが、大丈夫なんだろうか。これで破ったらちょっとショックなんですが、あ、大丈夫そうですかね。よいしょよいしょ、こういう感じで、よいしょ、ちょっとこっち置いてきますね。これが全12種類ということなんですが、何名も入ってるんですかね。最近テレビは見ないんですけれども、このロペに関しては、まあ、見たり見なかったりなんですが、ということでございました。以上、これを使って何かやればいいんですかね。今後ちょっと考えていきたいと思います。では、じゃあねー。YouTube と山形から送る君のバッチライフ、つまんでいめけないくしまん、井戸の中の井戸くんだ。ソイリスセントジェントルマン、俺のダジャレを聞いて夢を見な、人生楽しんでなんぼだから進み続ける俺のワン。